4年前のフランス大会。当時23歳のベッカムは勝敗を左右する過ちを犯してしまいました。ベスト8進出をかけたアルゼンチン戦、シメオネのファールを受けたベッカムは報復行為を働いてしまったのです。若さが間違った方向に出てしまったベッカム。ベッカムの退場で一人少なくなったイングランドはアルゼンチンに屈し、敗北の責任